あれ？ちょっと待ってください。この茶色いのって、茶色いのこれ何？どうも、シュンス TV です。過去の動画見てくれた人わかると思うんですけども、セレモニーさんとスーパーベビーで企画力勝負をやっております。そして今日はスーパーベビーの企画の日なんですけども、スーパーベビーにまだ何も言ってないんですよ。なのでスマイリーロックさんとジェニーちゃん、ぜひ今からサニーサイド保育園に行ってスーパーベビーにこのことを話してきてください。ぜひお願いします。わかりましたよ。スーパーベビーに企画のことを言ってきますので。ママ、おおお、行きましたね、行きましたね。いや、スーパーベビーはちゃんとやってくれるんですかね。おおおお、スマイリーロックさんどうでした？スーパーベビーに話したところ、買った方の商品がとってもいいやつだったらやってもいいと言っていましたよ。そうかそうか、じゃあとっておきの商品をつけないとですね。スーパーベビーの場合はもうどこでも連れてってあげる券とかでもいいですかね。旅行でもディズニーでも、まあそんな感じでスーパーベビーに今日は企画を考えてやってもらいたいと思います。よろしくお願いします。さて、トイストーリールームの前まで来ましたよ。おもちゃの皆さん、おはようございます。いや、実はですね、今日はスーパーベビーが考える企画の日なんですけども、今からジェニーちゃんがですね、サニーサイド保育園からスーパーベビーを連れてきてくれます。さあ、楽しみですね。スーパーベビーは一体どんな企画を考えてくれるんでしょうね。いやー、今から来るって考えるだけですごくワクワクしますけど、じゃあ早速、よいしょ、スマイリーロックさんはここにいてくださいね。で、ジェニーちゃんが、よいしょ、はい、ではジェニーちゃん、今からサニーサイド保育園に行ってスーパーベビーを連れてきてください。お願いします。おおおお、行きましたね、行きましたね。いやー、みんな、今からスーパーベビーが部屋に来てくれるってとっても嬉しいね。なんだかんだでスーパーベビーがこの部屋に来るのも久しぶりですからね。それにしてもスーパーベビーはどんな企画を考えてくれるのか本当に楽しみですね。おおおお、スーパーベビー、今日もサニーサイド保育園から来てくれてありがとう。いや、今日はさ、なんか企画力勝負とか言ってたけどさ、なんなんだよスリー。いや、スーパーベビー、セレモニーさんに勝ったらもうどこにでも好きなところ連れてってあげるから頑張ってね。なんだよそれ。じゃあ僕は今日ここでおもちゃたちと遊ぶっていう企画やるよ。それじゃあ勝てないんじゃないかな。ただおもちゃたちと普通に遊ぶってだけじゃ。いや、別にいいんだよ、僕はそれで十分だよ。分かった、じゃあスーパーベビーちょっと一回外に出るからさ、なんか楽しい企画考えてね。分かったよ。よいしょ、失礼します。いや、大丈夫かなその企画。ちょっと一回開けてみますね。よいしょ、あれ、待ってください、この茶色いのって、茶色いのこれ何、もしかして。いや、シュンさんごめんなさい、あの今日僕おむつ履いてなくてさ、こんなにいっぱいしちゃったんだ。もしかしてこれって、うち。いや、ごめんなさい、これ僕のうんちでさ。ん、反対側が白いですけど。いや、バレちゃった。はい、これ、なにこれ、髪を丸めて茶色く塗っただけ。いや、そうなんだよ、実はこれ、僕のドッキリだ。そうだったんだ。そうか、スーパーベビー、髪に茶色く塗ってまるでうんちに見立ててやったんだね。そうだよ、これ、僕のドッキリ。どうだった？とっても面白いけどさ、あのさっきから全部さ持ってきてくれるのはいいんだけどさ。いや、だってこれもう僕今回のためにサニー
なんだ。そうかそうか、スーパーベビー。でも、とっても面白いこと考えたね、スーパーベビー。いや、ありがとう。だってさ、だって赤ちゃんだからさ。そうか、赤ちゃんの発想だね。それに、スーパーベビーこれずっと持ってるけどさ、なずっと持ってちゃダメでしょ、スーパーベビー。いや、いいんだよ。だってこれ偽物だからさ。そうかそうか。それにしてもこれ僕食べちゃうかな。いや、食べちゃダメだよ、スーパーベビー。なんで食べちゃダメとか言うんだよ。別に食べていいだろう。いや、そんな不機嫌にならないで、スーパーベビー。だって食べちゃダメとか言うしさ。これはね、あの、食べちゃいけないやつですからね。でもスーパーベビーが一生懸命作って考えてくれたんだよね、この企画をね。じゃあこのペンギンさんに食べさせるか。だからスーパーベビー、食べちゃダメだって。食べちゃなんでだよ。ベビーはいっぱい食べて育つんだよ。まったく。まあでもスーパーベビー、とっても面白い企画を本当に、うわ、本当に食べちゃダメ、食べちゃダメだって。そんな、うんち食べちゃダメだって。うんちは分かったよ、ごめんなさい。でもなんか気になるんだよね。ちょっとダメ、本当に食べちゃダメだっていやースーパーベビー一生懸命考えたんだね。そしてサニーサイド保育園で髪を丸めて茶色く塗って、あたかもうんちかのように振る舞ってドッキリを仕掛けてくれたんだね、スーパーベビー。ありがとう。いや、どういたしまして。頭いっぱい使って考えたんだよ、頭。ところでどっちが勝ったの？いや、この勝負の結果はまた何日か後に出すから、それでもしスーパーベビーが勝ったらどこにでも連れてってあげるからね。そうかそうか、やったね。じゃあ僕勝ったらどこ連れてってもらうかな。あとしゅんさんさ、朝コーヒー飲んだでしょ。なんか息が臭いよ。そんな、息が臭いなんてやめてよ、スーパーベビー。息いい匂いだよ、ほら。やっぱり臭いよ。息止めてるからまだいいけどさ、ちょっと臭いかやめてよ、そういうのさ。スーパーベビーごめんね。そろそろジェニーちゃんにサニーサイド保育園に送ってもらおうか。いやースーパーベビー、本当にいつもこうやって遊びに来てくれてありがとうね。いや、僕もさ、僕もここおもちゃいっぱいだから嬉しいから全然いいんだけどね。そっか、よかったよかった、そう言ってくれてね。じゃあスーパーベビー、ジェニーちゃんに送ってもらいましょうか。もうちょっと、もうちょっとだけここで遊びたかったのにさ。そっか、そうやって言ってくれるとすごく嬉しいよ。それにしてもかな、うんちちちゃん食べちゃ、食べちゃダメだってスーパーベビー。なんで食べちゃダメって言うんだよ、まったく。もうそうか、でもスーパーベビーちょっと気に入ってますね、完璧にね。あー、ダメ。はい、じゃあ、あと、あ、そうだ、ジェニーちゃん、どこ行った、ジェニーちゃん。あー、いた。よし、スーパーベビーが暴れまくってるからサニーサイド保育園にね、行ってもらいましょうね、スーパーベビー。じゃあ、今日は本当にありがとうね。いや、ありがとうって言うけどさ、こ、ドリーがこの端っこにいるよ。分かった。はい、じゃあジェニーちゃん持って。やだよ。やだよじゃない、ジェニーちゃん持って。やだよ、これだって僕お片付けしたいんだもん。あ、そっか、この中に入れようとしてくれてんだね、ありがとう。でもさ、ほら、サニーサイド保育園に戻らないと先生たちが心配しちゃうでしょ。じゃあ心配っていうかさ、別に心配なんてしてないでしょ。いや、心配してると思うからさ、ほら、じゃあジニーちゃんよろしく。いや、もう分かったよ、じゃあさ。おおおお、いやー、行きましたよ。スーパーベビーが無事サニーサイド保育園に戻りました。神様。
いやー皆さん、スーパーベビーの発想もとっても面白かったですね。でもセレモニーさんもなかなか手強いですから、どっちが勝つかわかりませんけども、でも勝った方にはちゃんと商品をあげたいと思いますので、では皆さん、またお会いしましょう。さよなら。おいおい、いつも言っているだろ、笑っていればいいことが訪れる。キャビット、そうだね。ララルーもいっぱい笑いたいわ。整いました。企画力勝負とかけまして、カツ丼と解く。その心は？どちらも、カツが重要です。キャビット、面白いね。笑いが止まらないわ。キャビットです。ああ、みんな、セレモニーさんとスーパーベビーの企画力勝負、僕はどっちも面白かったよ。みんなはどっち？スーパーベビー？それともセレモニーさん？どっちの方が面白かったの？レックスに質問です。スーパーベビーはどう思いますか？ああ、スーパーベビーは赤ちゃんだけど、とっても勇気があって頼もしいと思うよ。だって、セカンドチャンスアンティークショップに行って、とことこ一人でいろんなところに歩いたんだって。普通無理だよね。だって薄暗くて、いつ襲われるかわからないような場所だよ。僕、怖くて怖くて、もうダメだよ。あ、そうそう、みんなチャンネル登録と高評価よろしくね。僕、みんながチャンネル登録と高評価してくれるのもう楽しみで楽しみで待ちきれないんだ。信じて